おはようございまして、皆様におかれましては、おそらく初めて極めて厳しい年末を迎えられ、また厳しい元旦をお迎えになったことと存じます。まさに、静岡県は臨戦態勢であります。私たちは危機に直面しております。一つは言うまでもなく、静岡県のみならず日本、また全世界を襲っている新型コロナウイルスの感染拡大を止めることができないという、この危機でございます。もう一つは静岡県に特有でございますけれども、リニアに関わる危機がございます。コロナは人の命に関わる大変重要な重大な危機でございます。もう一つ、リニアに関しましては、これは人の命、生活、産業、経済、そしてまた多くの生物の命、これをいかに守るかと、これが危機に今アルプスの、南アルプスのトンネル工事によって、面しているという危機でございます。そうした危機にいかに対処し、いかにこの危機を乗り越えるかということでございますけれども、この新型コロナウイルスに関連いたしましては、昨日段階で静岡県の感染者は2700人余りであります。日本全体では24、5万という状況になっておりまして、そして東京だけで6万人以上、首都圏で2人に1人という状況でございます。お隣の愛知県でも1万7000人の感染者を超えております。しかし静岡2700人という数字は決して小さな数字ではありませんけれども、両隣の感染者数と比べますと、いかにこの数字が言ってみれば比較的に小さいかということでございます。いつぞやの記者会見におきまして、1月2日には私どもが用意しております病床450床、これは埋まる可能性があるという試算を発表いたしました。しかしながら現在、我々の持っている病床は417床でございますけれども、今ベッドにいらっしゃる患者さんは170名余りでございます。したがって当中西、地域によって差はございますけれども、基本的に病床はかつて我々が危惧したほどには逼迫していないという状況になっております。これはひとえに静岡県民の皆様方がそれぞれ、危機管理の基礎でございます、自助、共助、公助、この中で自助に関わる、感染症対策の行動様式を守ってくださったことによるということで、ございます。これからも、隣の首都圏におきましては、今日の菅首相の緊急事態宣言の検討に入るという、また1都3県の組長さんからの緊急事態宣言の要請という状況に比べますと、私ども10万人あたりの感染者数というのは6人でございまして、東京などは40人以上、また他のところも20人、30人以上ということになっているところと比べますと、いかに見事にこの危機管理が貫徹されているかということでございます。まだ予断も許さない段階でございまして、ウイルスに関わる、ワクチン、また治療薬、これが行き渡るまではどうしてもこの不安は解消することができません。これまで同様に不審火と僕が今マスクしておりますように、そしてじっとしておりますように、静かにこのように過ごすということが自分のためになり、また人のためになるということでございます。目下の危機をどのように克服するかということにつきまして、改めて4点に分けて申し上げたく存じます。まず、医療関係者、医療機関への支援についてでありますが、本県の新型コロナウイルス感染者数は昨日までで2794名となりました。年末年始の期間中も
病床占有率は 40% 前後で推移しておりまして、依然として高い水準が継続はしています。こうした状況に関連けまして、心身に負担がかかる中、強い使命感を持って日々業務に全力で取り組み、本県の医療を支えていただいている医療従事者の皆様には感謝の言葉もありません。県はこれまで新型コロナウイルス感染症に関わる業務に従事した医療従事者等に対し、お一人当たり5万円から20万円の慰労金を給付しております。12月までの給付額は想定する医療機関の約8割にあたる9万5千人に対し、合計92億円余りとなりました。また医療機関に対しましては、公立民間の区別なく感染防止対策を行う医療機関、病床数等に応じた支援金を給付しております。12月までの給付額は約2700施設に対しまして、合計28億円余りとなりました。今後も関係団体と連携しながら、支援を必要とするすべての医療従事者や医療機関に医療金あるいは支援金が行き渡るように制度の周知に努めてまいります。さらに特に重症患者への対応には多くの人員が必要となります。そのことから、人工呼吸器等の集中治療が必要な患者の受け入れを行った医療機関に対しましては、受け入れ患者を1人当たり1日10万円を基本に支援を行う制度を新たに設けまして、昨年12月下旬から運用を始めたところであります。加えて国におかれましては、第3次補正予算により感染予防に配慮が求められる未就学児への外来診療等について、診療報酬の加算を行うなど、医療機関等へのさらなる支援策を打ち出されました。多くの医療機関におきましては、受診控え等により厳しい経営状況にありますので、本県におきましても全国知事会を通じて経営安定化のための財政支援に対する国交付金の拡充等について国に要望しているところであります。医療は新型コロナウイルス感染症対策の最後の砦です。今後も県として全力で支援を行いますので、県民の皆様におかれましては、ご自身がコロナウイルスに感染しない、身近な人を感染させないことが最大の医療関係者に対する支援になります。ぜひ今一度コロナウイルス感染症の拡大防止にご協力をお願い申し上げるものであります。2つ目といたしまして、経済雇用対策についてであります。具体的には GoTo トラベル事業の一斉停止により影響を受けになっている事業者への支援でありますが、新型コロナウイルスの感染再拡大に伴い、12月28日から1月11日まで、GoTo キャンペーンの一時停止等により、飲食、宿泊サービス業や関連産業で厳しい状況が続いています。こうした状況から、昨年末には、県の市長会、町村会から、経済的影響を受けた事業者に対する支援の充実強化について、緊急要望をお受けいたしました。県では、新型コロナ緊急対策として、雇用維持対策とともに資金繰り支援に全力を挙げて取り組んでいます。12月16日には実質無利子無担保での融資制度について、国と補助を合わせて本年3月までの制度の延長を行います。それとともに GoTo キャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響に対応するために融資要件の緩和を行います。こうしたことをスピード感を持って対応しているところであります。またこうした金融支援強化に加えまして、去る12月20日には全国知事会におきまして、新型コロナウイルスの感染拡大を受けた緊急提言を取りまとめ、飯泉全国知事会会長さん、徳島県の知事さんですが、西村経済再生担当大臣などに直接我々の提言書を提出してくださいました。この緊急提言におきましては、GoTo トラベル事業の一斉停止により、その他宿泊施設、観光業者だけでなく、その他幅広い業種に影響が及んでいる
ことが明確になっておりますので、交通事業者や土産物店等も含めた救済措置を早期に検討してくださるようにまとめております。合わせて休業や時間短縮の影響も踏まえまして、持続化給付金や家賃支援給付金等の再度の支給策を、支給等も求めました。県としましては、新型コロナウイルスの感染拡大の状況や本県の経済雇用状況への影響などを踏まえまして、引き続き資金繰り対策、また雇用対策に注力するとともに、全国知事会とも歩調を合わせ、国に対しましても県内企業の事業維持と経済再生に向けて柔軟かつ迅速、的確な対応を進めてまいります。3つ目の対策でございますが、観光事業者への支援についてでございます。国が感染拡大の防止のために12月28日から1月11日までの間、 GoTo トラベルの利用を全国一斉で一時停止なされまして、これに伴い県でも県民の皆様を対象とした宿泊促進事業について、同期間利用を一時停止いたしました。このことは年末年始をご家族などと一緒に県内の観光地でゆっくりと過ごすことを予定していた県民の皆様はもちろん、万全の感染対策を実施してお客様を待っておられました県内観光産業の方々にとられましても大変なご不便、になったと、お客を引くことになったと存じます。皆様にはこの感染拡大の防止にご協力いただきましたことに対しまして重ねて感謝を申し上げるものであります。観光産業は宿泊施設や観光施設、仕入れ、土産物を扱う事業者の方々など裾野が広いものです。地域経済にとっては大変重要な産業でもあります。回復傾向にあった県内観光関係事業者の皆様にとっては、いわば書き入れ時となる年末年始の重要な時期に感染が再び拡大することによって、経済的に大変大きな打撃を受けられているものと拝察しております。県としましては県内観光産業の回復に向け、県内外の感染状況やGoTo トラベルの動向等を注視しながら、可能な限り速やかに宿泊や周遊を促す取り組みを感染状況が落ち着いている地域から段階的に進めてまいります。本年も県内観光関係事業者の皆様と一丸となりまして、旅行者と受け入れ施設双方の感染防止対策の徹底と本県観光産業の振興による社会経済活動の両立を図ってまいります。最後に、富士市に関わる、ことでございます。富士市におきましては酒類を提供する飲食店等への営業時間の短縮要請が今行われているところでございますけれども、ポイントはですね、12月23日から年末年始を含む14日間を要請期間といたしました。酒類を酒類を提供する飲食店およびカラオケ店に対する営業時間の短縮の要請につきましては、予定通り1月5日をもって終了いたします。根拠でございますが、富士市の感染状況は要請を行ったのが12月21日のことでございましたが、その時点では直近1週間の人口10万人あたりの陽性者数が 19.0 人であり、そのほとんどが飲食店関連でございます。現在1月2日までのデータがございます。それによりますと、富士市全体では直近1週間の人口10万人あたりの陽性者数は 25.4 人と依然として高いレベルにはございますが、富士市立中央病院におけるクラスターをこれを省きますと 4.4 人と、10万人あたり 4.4 人となり、陽性前と比べると大幅に減少したということが統計的に示されております。これはこの時短要請の効果が一定程度見られたというものと認識しているものであります。でこれは一人に富士市内で営業時間の短縮要請にご協力をいただきました
事業者の皆様のご協力のおかげであります。誠にありがとうございました。一方、富士地域の医療機関における病床の占有率は非常に高くなっておりまして、地域の医療体制を確保するため、県といたしましても DMAT、そしてまた、富士の国感染症専門医協議チーム、略称 TIPT などのご協力をいただきまして、富士市立中央病院の医療体制を支援いたしまして、隣接医療圏での受け入れ調整、また無症状者等のホテル等での療養にも現在努めております。しかし、富士地域の医療体制を維持するためには感染者を増やさない対策の徹底が必要でございますので、市民や事業者の皆様には引き続き感染防止対策の徹底をお願い申し上げたく存じます。全国的にも首都圏などの大都市地域を中心に感染拡大が一層深刻化しているのはご案内の通りであります。県民の皆様にはマスクなしで歌う、あるいは会話をするなど感染リスクの高い行為は厳にご回避くださいませ。また飲食店のみならず事業者の皆様におかれましても、業種別ガイドラインをぜひお守りいただきまして、換気、消毒、マスクの着用等感染防止対策の徹底を継続してくださるように改めてお願いを申し上げます。東京都など首都圏におきましては飲食店に対し、今回のところ22時以降の営業の、時間の短縮要請が行われ、これを8時までに下げるということにも今なりつつありますが、感染リスクを下げる努力が行われている真っ最中であります。県内の飲食店におかれましては、とりわけそれらの地域から多くのお客様が訪れかねない、地域もございます。そうしたお店もございましょう。そうした地域のお店におかれましては感染防止対策を徹底していただきまして、来店者名簿など、例えばそれを作ってくださるというふうにいたしまして、感染経路がきちっと後から及ぶようにですね、合わせてお願いをするのであります。以上、私の方から新年の冒頭のご挨拶と新型コロナウイルス感染症対策について申し上げました。